この後ですね、その児童相談所の問題なんかにですね同じように取り組んでいる方とか、あと今今日は裁判をしている方がですね、ちょうどですね、まあ、自分の、起こった話とか、まあ、ちょうど多分配布されている資料があると思います。そこにまとめとしてはあると思いますけど、ない方いますか？この白いちょっと2部重なってるところもあるかもしれないので、もしあったらだいたい行き届きました。はい、それにまとめは書いてありますが、でもやっぱりね直接声を聞いてみてください。そうするとね本気でやばいなというふうに、思えるんじゃないかと思いますけれども、今日ねこの、紙を書いていただいている矢野さんという方は今日おいで、くださってるんですけども、矢野さんの方からお話をちょっといただいて、まあ、一応15分から20分ぐらいお話しいただくような予定 でその後ですね、その後ろでスケープゴートっていう児童相談所の問題なんかも書いたような本、まあ、多分日本では2冊目だと思うんですけど、まあ、その本書いていただいた鶴瓶さんに、その、ね、書いたいきさつとか、あといろいろジャーナリストの立場でも仕事されてるので、他にどんな話聞かれてるかっていうことなんかもちょっとお話ししていただきたいと思いますので、はい、引き続きご清聴いただければと思います。とりあえず僕はちょっとここで一旦、はい、終わりさせていただきます。では皆さん、まあ、拍手でお迎えするのもどうかとは思うかもしれませんけど、拍手でお迎えください。ありがとうございます。ただいまご紹介をいただきました矢野美奈と申します。本日は神奈川県から来ました。で、お配りさせていただきましたこの引き裂かれた姉妹のものは私の本当の話ですね。で、一応これから簡単に、そして私子供が2人いるんですが、長女目線の方で書かされている、書いていただいたものなので、ちょっと私の方から補足じゃないですけども、ここで話をさせていただきたいと思います。と今もちょっとお話をしたんですけども、私には2人子供がいます。2歳半と1歳1ヶ月になりました姉妹ですね。で今保護されているのが次女です。この次女っていうのは生後生まれてすぐに、まあ、お子さんがいらっしゃる方は分かると思うんですけども、最大出血といってへその緒が生まれた時ってついているんですけども、それって普通自然にポロッと取れるんですね。なんですけども次女の前は生まれてすぐから出血をしてるんです。ずっと出血をしていて、これで感染をしたらまずいっていうことでずっと通院をしていました。退院をした後もで、やっぱり母乳をあげてたりとかすると、やっぱ黄疸の数値が高いとかで異常に顔が黒かったんですね。でただもう黒すぎるからちょっとミルクにした方がいいっていうことになっても、ミルクになっても黒いのが続いたんですよ。それもずっとおかしいんじゃないですか、おかしいんじゃないですかって言っても、まあ、ちっちゃいからねっていう感じで終わってました。でまあ突然体にあざができたりとか、いろいろな不思議なことが起こっている中で、口の中から一回血を吐いたりとか、便を出す、黒い便を出すようになって、緊急で病院に運ばれたことがあるんですね。その時は風邪じゃないで終わったんですよ。で5日間入院をして、まあ同家族から見ても元気がないんですよね。でも熱下がったし帰ってくれっていうことで帰りました。で帰る時もおかしいんじゃないですか、だって顔も黒いし元気ないですよって言っても、いや異常ないからっていうことで帰らされたんですね。でその退院が金曜日だったんですよ。金曜日の昼間に帰ってきたもんなので、次の日土曜日じゃないですか、病院休みなので、じゃあ様子を見ようっていうことで様子を見て、でも日曜日になってもおかしい、ずっと寝ている、今度はっていうことで救急で同じ病院なんですけども運んでいった結果、その救急隊の人がおかしいよこれはっていうことをすごい言っていただいて、いろいろ検査した結果脳出血が分かったんですね。で、まあ、脳出血が分かった途端言われたのが揺さぶられ症候群、検査も何もされてないんですよ。揺さぶられ症候群可能性があります、あなた虐待してますよねって言われたのが一番最初です。外傷もないので落としたとかいうわけではないから、あなた揺さぶって虐待してますよね、それが一番最初だったんですよ。で翌日になって、まあ、左目だけ眼底出血が分かって、もう虐待をしてる親確定になりました。でもどう考えても揺さぶって左目だけ出血するっていうのはおかしい。で左側の目の周りっていうのは出血してないんですよ。
なのに左目だけ出血して脳の右頭頂部とかが出血していて、それで揺さぶったでしょっていう判断なんですね。結局神奈川県だと脳出血と眼底出血があっただけで揺さぶられ症候群っていうふうに病名がつきます。よっぽどの有名な血液の病気じゃなければつくんです。まあそういうことで、まあ、入院になりまして、入院になった結果入院中もあざが増えていくんです。おかしいですよね。で、後から分かったことなんですけど、入院中にも脳出血を起こしてるんです。まあそんなことがありながらも、まあ退院になりまして、退院になった途端児童相談所が現れまして保護します。お母さんたち虐待をしてますから保護します、一時保護しますということを言われました。で、私たちもなんでそうなったかもわからないし、病気でもないということだったんで、なんでだろうと思いながら過ごしていたら、今度は施設で再発したんです。施設、この日に通院があるので来てくださいっていうことで病院に行って、娘に1ヶ月分に会ったら全身あざだらけ。なぜあざがあるんですかって言っても、まあ、児童相談の職員を見てみるふり、知りません、いや知らないじゃないんじゃないですか、寝返りできない子がなぜあざできるんですかって言っても、まあ、僕たち見てないですからということで、基礎で危険を感じて CT 取ってくださいってお願いをしたら、まあ、再発していることが分かり入院をしました。で、半年ぐらい入院をしたんですけども、やっぱり元々の原因は虐待で、後の出血は原因が分かんないから自然でしょっていうことで、再度今保護されています。で、ここで、まあ、いくつか問題点がありまして、結局児童相談所問題、虐待をしてる親も虐待してないとかいうことが多いのでわからないと思うんですけども、普通刑務所に入った子どもでも面会できるじゃないですか。でも私たちの場合は面会できないんですよ。で、私の場合は入院中は面会できるんです。何度か入院退院をしてるんですけども、施設に入ると子どもの安全を守るためにっていうことで会えないんです。でも入院をすると会えるんです。朝の10時から夜の10時まで会えるんですよ。それが虐待にしてる親に対しての態度なのかなと思う部分もありまして、で、やっぱ日本内でも何人か虐待の専門医の方っていうのがいらっしゃいまして、その方に CT と MRI を見せました。その結果、これは虐待による脳出血の仕方をしてないと、ただただ血管が切れて出血してると、脳自体に傷がついてないから、これは揺さぶられ症候群でもないですし、落としたものでの衝撃での脳出血でもありませんという証言は取れてます。だから血液の専門の先生のところに行ってくださいって言われて、まあ、持っているデータ、病院にお願いをして血液検査を出してもらって病院に行きました。で、そこの病院では主人の関係性とかその遺伝子関係とかもあったので、いろいろ聞かれたんですね。で、主人の場合は冬になると鼻血をよく出すんです。で、バスタオルが血だらけになるぐらい鼻血を出しますっていう話もして、いやそれはもう早く精密検査した方がいいと、ここの今のその子供がいた病院の検査じゃ足らないと、命に関わるから精密検査を早くしてくれっていうことを言われて、そのまんま病院の方からは入院をしていた病院にお願いをして、私たちの方は弁護士さんの方からお願いをしました。その結果却下されました。で、今何度か内海先生のお話もありましたけども、裁判で戦っています。私たちの方は2本裁判を持ち出していて、児童相談所の方からは児童福祉法28条というもので施設入所の同意をしないので、施設入所を家庭裁判所の方で判断をしろということで審判が行っています。で、一応家庭裁判所の方からも検査をした方がいいんじゃないかって言われてるんですけども、必要性が感じられませんということで検査を拒否してます。親がそれをしたら確実に虐待ですよね。脳出血を起こしている子どもがいて、それでも病院側が検査しろって言っても、親はいや必要ないですって言ったらもう虐待になりますけども、児童相談所が同じことをしても問題がないっていうのが今の世の中になってます。結構そういう他の病院ではこういうこれは病気だっていう診断をされても、児童相談所側の病院は虐待だって言われたら虐待になるっていう事例が多くて、私の相談の方でも何件か
小人症っていうふうに症例がついてもネグレクトだっていうことで保護されてるお子さんたちも多いんです。なのでこの問題をやっぱどうにかしなきゃいけない。でお医者さんの質も上げていかなければいけない。県によって病院を見ているお医者さんによって違って、児童相談所が有利な方の話だけを聞き入れるっていうのは問題ではないのかなと思って、こういうふうに宇都宮先生のお時間を作らせてもらって話させていただいております。すいません、ありがとうございます。